京都で誰もが一度は口にする抹茶スイーツの歴史をご存知でしょうか。京都の抹茶スイーツの元祖は京和菓子屋が京都三条で喫茶京林屋を開業し、抹茶の優位性を広めるために抹茶ミルクや抹茶パフェなどの新感覚スイーツを提供したのが始まりとされています。この京林屋の歴史は1753年に初代林屋新兵衛の家が金沢で茶商を始めたことから始まります。1878年に3代目が京都宇治に移り、茶の栽培から流通までを一貫して手掛けるようになりました。この時期、煎茶の茎を利用したボッチャを開発しました。さらに4代目は1918年に科学研究所を設立し、茶エキスや新緑茶など画期的な商品を次々と開発。5代目は1967年に京都市中京区三条に喫茶京林屋を開業しました。京林屋では全ての抹茶スイーツにシース引きの抹茶を使用、摩擦熱を避けゆっくりと引くことで香りと口どけの良さを実現しています。種類豊富な抹茶から専属の茶師と相談しながら最適なものを選び、焼き菓子やゼリーなどで使い分けています。今や京林屋の代名詞ともなっている抹茶パフェは1969年に誕生。抹茶を使ったスイーツは当時は前衛的なアイデアでしたが、現在では抹茶ロールケーキや抹茶チーズケーキなど多彩な商品を提供しています。テイクアウトでも楽しめるはスイーツの先駆け的存在として全国にその名を広めています。京都に行ったらこの話を思い出しながら美味しい抹茶パフェを食べてみてくださいね。